FM 横浜ポッドキャスト。横浜生まれ横浜育ちで現在メジャーレーベルユニバーサルミュージック EMI レコーズの制作ディレクターであり、新人アーティストの発掘と発信をサポートするクリエイティブプロジェクト今ラボの主催でもある今村圭介がお送りする FM 横浜ポッドキャストプログラム、音楽業界の今、新人アーティストの今、何年も何十年も続いていく音楽や音楽業界との関わりも、きっとこの今から全てが始まるはず。はい、どうもこんにちは、今村圭介と言います。これ誰なの一体って感じだと思うんですけど、現在ユニバーサルミュージック、EMI レコーズで制作ディレクターをしている今村圭介と言います。横浜生まれ、幼い頃からずっと FM 横浜を聞いて育ってきて、なぜか今ランドマークタワーのスタジオにてですね、このポッドキャストの収録をしているというかなり不思議な感じで、さらに僕ユニバーサルミュージックに入って、まあ、当時東芝 EMI っていう会社だったんですけど、一番最初プロモーターという宣伝の仕事をしていまして、一番最初に担当になったのが FM 横浜、なので今から20年ぐらい前、2001年に初めましてって言いながら名刺を持って、初めていろんな人と名刺交換をしたのがこの FM 横浜で、なぜかそこに20年ぶりに帰ってくるという不思議な感じでございます。なんで僕が喋ってるかというとですね、 F 横の編成の人が幼馴染だったっていうのがまあほぼ正解なんですけど、今レコード会社で勤務しながら、まあ、いろんなそのインディーズの音楽を見つけて発掘して、それから発信するという活動もしていて、なんかそれが少しだけでもちょっと話題になったので、そんなことがきっかけで幼馴染を通じてですね、こういったプログラムに参加させてもらうことになりました。できれば新人のアーティストの皆さんとか、あとなんだろうな、音楽業界で少しでも働きたいなと思う人に、なんか少しでも有益な情報がもし届けられたら嬉しいなと思いながら、4回分あって何喋ろうかなと思ったんですけど、まずはなんか新人アーティストを僕今発掘頑張ってしてるんで、その今ラボというプロジェクトでやってるんですけど、まあ、その今ラボってどんな人たちなのっていうのをまず紹介して、第2回目ではなんとなくこう音楽業界って今どうなってるんだっけとか、あとまあレコード会社とか音楽への携わり方で多分アーティストもそれからスタッフもみんな変わってると思うんで、音楽業界の中で働いてる僕から見てる、そんな視点をもし喋れたらなと思っています。で、3回目はできれば、新人アーティストの皆さんにこんなところを僕たち見てるよとか、そのスタッフが見てるところとかディレクターが見てるところとか、もしそういうところが分かったら、あ、じゃあそこ狙ってみようかなとかっていうこともあるのかなと思ったんで、まあアーティストの人たちが少しでも、気にできるような会に3回目ができたらいいかなと思っています。で、最後は僕たちスタッフもそうですし、まあ、アーティストもそうだし、クリエイターにもそうだし、まあ、みんなに、求められていることってなんだろうなといったところを喋って、初めてのポッドキャスト4回分お送りしていこうと思ってます。前半戦がこういったですね、ちょっとした、音楽業界の話をして、後半にはですね、僕たち、今ラボが紹介しているプレイリストからですね、2022年の上半期のホットプレイリストを、全部で20組紹介していきたいと思ってます。そうですね、まず、今回ですね、タイトル、いろいろちょっと幼馴染とか考えたんですけど、今ラジオ音楽でドキドキしたい君へというタイトルにしてみました。まあ、今ラジオというのは、まあ、今村の今でももちろんありつつ、まあ、Now ですね、まあ、今まさに届けたいこと、この後ちょっと話すんですけど、僕がどうしてその今ラボというプロジェクトを始めたのかにつながっていくんですけど、やっぱり音楽って割とこうビジネスに捉えられることもあるし、実はこのコロナ禍で本当に単曲、まあ、1曲だけでデビューしてポッと終わっていくみたいなアーティストもたくさんいたんですけど、やっぱりそうじゃなくて、僕たちやっぱり楽曲を大事にして、アーティストを大事にして、何年も何十年もずっと音楽でドキドキしたいよねってそもそも思ってるので、そんなことをですね、このポッドキャストの4回で届けられたらいいかなと思って、今ラジオ音楽でドキドキしたい君へというタイトルにしました。ということで、早速ですが、ちょっと今ラボの成り立ちっていう第1回目のところから話していきましょうかね。2001年にユニバーサルミュージック、まあ、当時の東芝 EMI に入社をして、まあ、ほぼほぼ最初はそのプロモーターという宣伝の仕事をさせてもらっていて、でその後2002年から
制作ディレクターという仕事に、なって、そこからまあ約20年間僕は制作のディレクターの仕事をしています。どんな仕事かというと、基本的には自分でまず、アーティストを見つけてくる、そしてそのアーティストと共にこの活動を考えて、例えばじゃあライブした方がいいよねとか、音楽を出した方がいいよねとかで、当然そのアーティストがインディーズで活動したいのであればそのままインディーズで活動しますけど、僕たちはまあメジャーのレーベルに、で働いているので、やっぱりメジャーデビューっていうところを一緒に目指すと。そしてメジャーデビューした後ももちろんずっと音楽一緒に作りますし、それからまあライブも一緒に作っていくし、いろんなことの演出とかブランディングとかそういうものもしながら、まあなぜか20年やってきたと。もともとそんなに音楽が好きだったのかなって思うと、めちゃくちゃ好きだったかっていうと、僕割とサッカーの方が好きだったんで、そうでもなかったなと思いながら、なぜか20年間も制作ディレクターしてるのすごいなと思いながら、どちらかというと僕みたいな少し、音楽にズブズブではなくて、少しこの距離のある人の方がもしかしたらうまくアーティストと対峙できて、やっぱり音楽にズブズブであるアーティストをうまく世の中に出していけるのかななんてことを、この20年間でようやく思いながら今はやってるという感じです。で、今ラボ自体は、ちょうど2020年コロナになって数ヶ月した、7月の11日今でも覚えている7月の11日、なんでかというと7月の10日が僕もともとフジファブリックっていうバンドを、それこそインディーズの活動をしている最中ぐらいに出会って、でマネージメントもなかったんで、僕が一人で、まあ当時そのライブハウスで一緒に動いてくださっている方とか、あとうちの会社のその新人の発掘の人たちからもともと紹介してもらったんで、そういうスタッフがもちろんいたんですけど、正式にそのマネージャーみたいな仕事の人もいなければディレクターっていう仕事の人も周りにいなかったんで、まあ自分でその運転して、全国ライブに回ったりとか、だから割とこう自分制作ディレクターなんですけど、マネージャーみたいなことも含めて、昔やっていた記憶があって、それがまあ2002年か2003年に、まあ、フジファブリックに出会って、でその志村正彦が、7月の10日が誕生日なんですよ。それもあって、なんか7月の10日っていつもその志村くんのことを、まあ、その僕はラムシって言うんですけど、そのラムシのことをいつも考えて、なんかこう音楽と向き合う日みたいになんとなく1年に1回なるんですよね。なぜかというと彼がその他界してしまったこともあって、彼が生まれた日が僕にとってもその音楽が生まれる日みたいな感じがあって、いつもそういう気持ちになってるんですけど、なんかその日が終わって翌日、なんか新しいこと始めたいなと思って、ニトリの駐車場で、あの頃コロナってなんか家のものいっぱい買わなきゃいけなかったじゃない、だから家の何分いろいろ家具とか買いに行ったついでに、なんかやっぱりアーティストにまた出会いたいなと思って、あの時なんかあのみんなアーティスト活動できてなくて、コロナになっちゃってライブも止まってるし、僕が割とロックバンド好きだったんですけど、そういうバンドが活動できなかったんで、それもあってなんかじゃあネットで出会おうと思ってツイッターでつぶやいたんですね。なんか今村です、突然ですが、何年も何十年も一緒に音楽でドキドキできる新人アーティストを探していますっていうのと、まあ、あとアーティストももちろんそうなんですけど、なんかあの頃人間との関係性がすごい希薄になっちゃった記憶があって、だからこう一緒にかかりたいスタッフとかクリエイターとか、いませんかっていうのをつぶやいたら、結構すごい反応があって、実際ね350万インプレッションって書いてたから、結構よくすごかったんじゃないかな。フォロワーがね、多分あの頃まだ3000人もなんか2000何人だったのが、今多分7000から8000ぐらいの間だから、そのぐらいバッて増えて、であのインフルエンサーのマネージメントとかから、あのいきなり連絡が来て、なんかインフルエンサーになりませんかとか、あ、新しい仕事が見つかるのかなみたいなこともまああるぐらい、今でも本当嬉しいことに1000件ぐらいのアーティストとかクリエイターとかの方から、スタッフも含めてあの DM をもらって、で、あ、これなんか一つのきっかけになったからなんかできるかもと思って、当時その時になんかレコード会社自体ってアーティストが活動する上で本当に今って意味あるのかなって思ってたタイミングでもあったっていうのもあって、だから
なぜかというとそのネットですぐ自分で音楽を上げられる時代になっちゃったから、その間で関わる人たちがなんかあんまいらなくなってきたタイミングでもあったっていうのもあって、じゃあちょっと新しい音楽との関わり方もできるんじゃないと思って新しいプロジェクトを作ってみようって思って今ラボを立ち上げたという感じです。まあ今ラボ自体はそんな風にして僕の元々のつぶやきから始まったクリエイティブプロジェクトです。で、1年目は150人ぐらいの人たちが参加してくれて、でまあいろいろその全国に今ラボのスタッフがいて、で学生の人もいれば、それから仕事しながら今ラボに参加してくれる人もいれば、全員がそのボランティアで、意外と音楽業界って外から見るとなんか狭いもんで、でも音楽に携わりたい人たちって実はいっぱいいて、やっぱ音楽っていろんな人を癒したり、いろんな人に助けになるっていうのもあるから、そこに関わりたいよねっていう人たちがいっぱいいて、僕はそれそれですごいその当時救われたっていうか、なんかライブすんなよとか、あのバンド活動がどうのこうのってなったじゃない。でもその時に、あ、こんだけ音楽好きな人いるんだっていうのはすごい救われて、で今は結果的には2年目、シーズン2になって今年からより精査したというか、よりこうロイヤリティの高い、もっとこういうことやりたいって気持ちの高い30人の今ラボのスタッフと一緒に活動してるんですけど、基本的にはアーティストを、まあ、みんなで見つけてきて、で見つけてきたアーティストをみんなでサポートして、ライブのサポートする時もあるし、 SNS のサポートする時もあるし、プレイリストでその人たちを紹介することもあるし、いろんな今って時代的にいろんな音楽との関わり方できるよねっていうのをやってるのが今ラボっていう感じです。ということで、そんな今ラボなんですけど、まあ、いろんな活動をしている中の一つとして、プレイリストというのを作っています。まあ、これ Apple Music でも Spotify でも聴けるんですけど、今ラボニューカマープレイリストというプレイリストで、実は今年から LINE Music の公式プレイリストにもなりました。ぜひ皆さんチェックしていただきたいんですけど、できる限り僕が耳だけで判断する、ということを決めていて、で、今ラボに今所属してくれているキュレーターがいるんですけど、本当に優秀で、20代前半から20代後半のキュレーターが多いですかね。このキュレーターの皆さんがですね、驚くほどフォロワー数の少ない、状態でですね、アーティストを週に10から20ぐらい見つけてきてくれるんですよ。みんな本当にハングリーで、僕はだから1回だいたい2週間に1遍プレイリストを更新してるんですけど、そうだな、40組から50組ぐらい紹介してもらった中からだいたい5組とか10組とかを精査して、何を聞いてるかっていうと、やっぱりポットでのアーティストが多くなってる、要は自分で作ってすぐ上げられるから。でもなるべく僕は20年ディレクターやってきたんで、少しは耳がいいと、自負するつもりで、このアーティストは本当にこのまま何年も何十年も活動ができる音楽を奏でているんだろうかっていうことを判断して、少数精鋭で紹介しているのがこの今ラボニューカマープレイリストなんです。なので、まあ5年後10年後とかに誰かが照らし合わせてですね、お、全然そんな風になってないじゃないかとこのうちのほとんど いないじゃないかみたいなことがあるかもしれないけど、でもまあ今は本当に素晴らしいアーティストが、参加してくれていますと。で、なんで後半戦はですね、その今ラボのプレイスの、源でもあるキュレーターの、皆さんを、ゲストに迎えて、2022年の最新プレイストトップ20を紹介していきたいと思ってます。 FM 横浜ポッドキャスト、はい、今ラジオ音楽でドキドキしたい君へ後半戦ですね。後半戦はですね、2022年の今ラボニューカマープレイリストから最もホットな、20組を紹介していこうかなと思ってます。で、20組をだから4回だから1回5組で、キュレーターのみんなに4組紹介してもらって、僕が1組特別枠ということで紹介していくという感じにしようかなと思ってます。第1回目、そう、今ラボキュレーター何人かいるんですけど、そのうち、よりすぐりのですね、えりすぐりっていうのかな、4人を、連れてきました。まず今日のキュレーターはアッキーです。社会人2年目の現在23歳、はい、出身は茨城県で、大学進学を機に上京しましたと。で、今ラボで育成しているアーティストがいるので、そのアーティストの育成に関わりながらキュレーターとして日々新人のアーティストを発掘していると。
で本当にこのアッキー、今ラボでも、のキュレーターでは一番若くて、アッキーが紹介してくる、楽曲に関してほとんど多分思わず採用してしまうほどうなってしまいます、あ、じゃあちょっと自己紹介をしてみましょうか。はい、現在23歳で今社会人を2年目しております、アッキーと申します。よろしくお願いします。で、まあ、今ラボと知り合ったきっかけとか、そうだね、それ聞きたいね、そうだね、僕本当に今村さん自体を、うん、フォローしていなくて、うん、してないんかい。でその今村さんの知り合いの方が、ね、普通してないからね、すいません、がそのリツイートしてるのをたまたま見て、うんうん、なんだろうこれって思って、で、まあ、ツイートをその見たのがきっかけだったんですけど、うん、その当時大学4年生ってこともあって、うん、まあ、就職活動中、はい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 、でも、まあ、音楽業界には行きたいなっていうふうには、うん、なんとなく本当に思っていて、うんうん、でも別に音楽業界以外は全く受けていなくて、で今村さんがその7月ぐらいじゃないですか、うんうん、で、うん、みんな周り決まり始めてたんですけど、うんうんうん、特に焦ることもなく過ごしてたら、うん、そのツイートを見て、あ、これもうやらなきゃいけないなっていうふうに一回もう心の中で思って、うん、もう迷わずそのメールをした、うん、全然就職先じゃないけどね今らは別になんか最終的につながるかなというか、なるほどね、とりあえずなんか踏み込まないと何も始まらないなって思ってそのメールをしたのがきっかけでした。素晴らしいですね。どんなイメージだ。イメージ、あ、フジファブリック見つけた人なんだっていう、もう単純に、あ、すごい、最初その情報はそっかすぐ分かったんだ、そのあのプロフィール欄を読んで自分ですぐ分かるようにそこに載せてますわ。今はだから、ね、あの社会人をしながら今ラボに参加してくれてるというところで、はい、じゃあ早速今日アッキーに4組紹介してもらおうと思ったんですけど、はい、1組目どなたでしょうか。1組目はジグドレスっていう3人組のロックバンドなんですけど、うんうん、まあ、結成自体は2年前ですかね、2020年に結成したばかりで、ゴートっていう一番最新の楽曲、うん、これ最初に聞いた時にうわやばい来たわと思って、うん、もう今ラボ早く押したいと思ったいうぐらいの感覚があってでもちょっとロックなんですけど、うん、パンクというか、うん、なんかストレートなマイヘアとかそういうジャンルよりはちょっとずれてるかなっていう思いもありながら、うん、まあ、これはすごいわって思って推薦させていただきました、うんうん、個人的にはなんかこう90年代とか2000年代のロックの懐かしさがあって、うん、それも合わせてなんか心地よくて、僕たちの時ってやっぱりロックが無敵だったから、特にこのジグドレスの音楽ずっと一日中聴いてると勝手に無敵になった感じがするなと思って、うん、自分のだからこうなんだろうな、いろんな日々の感情と心とこの人たちの音楽が結構会話ができる、心と会話できる音楽だなと思って選んだ記憶がありますね、うん、でも実はそのこの ゴートって曲よりアタッチメントって昔の曲の方が僕は好きなんだけど、あ、まあそんなことないとして、ね、という1組目です。で続いて、2組目紹介お願いします。2組目は背脂っていうアーティスト名、うん、でこれはひとひらっていうバンドのボーカルの別名義でのプロデュースなんですけど、うん、選んだ曲はブルーナイトムーンっていう曲で、声がまず特徴的というか、最近の高い声がやっぱり最近ブームの中でも唯一無二な歌声で、メロディーもポップ、うん、でなおかつ軽やかというか、うんうん、曲を中がずっと韻を踏んでるので思わずもうこっちも楽しくなっちゃって、うん、ずっと聴きたいなっていう一曲で、うん、まあ、ひとひらっていうバンドをやってるんですけど、うん、それとはまた別の一面を見せてくれる一曲だなっていう風に思ってます。確かに2021年11月14日にリリースされてるから、ちょうどまあ、ね、去年の曲だけど、ツイッターのフォロワーこの背脂は150人というところで本当によく見つけたなっていう。バンドのひとひらはライブ見に行ったことあるっけ。そうですね、一度見に行かせていただきました、うん、ね、行ったけどなんか全然違くて、なんかエモい高音なバンドだよね、はい、テクニックすごいだってみたいな、はい、それと全く違くて、背脂はめちゃくちゃポップで、そうですね、ね、肩の力抜けてるみたいな感じで、うん、まあ、僕は個人的には、まあね、この背脂はすごい好きだったんですね、うん、
はい、じゃあ続いて3組目これソロだね。じゃあ紹介お願いします。はい、こちらが山口琥珀さんっていうソロの女性なんですけど、うん、2020年に活動を再開していて、うんうん、まあ、インターネット上での大学生ラッパーとして活動しております。推薦曲がコッペパンラブ、うん、この曲非常にメロなメロディーと、うん、彼女の癒される甘い声、うん、でも一瞬で彼女の虜になってしまうような歌声を持っていて、うん、まあ、こちらは韻の踏み方だったり、まあ、ラッパーなのでラップの歌詞まで心地よくて、うん、まあ、一人で家にいる時だったりついつい聴きたくなっちゃう中毒性のある一曲だなっていう風に思ってます。確かにこの人もツイッターのフォロワーはまだ300人で、この曲は2022年だから今年入り3ヶ月前だね。でもリリースされたそうですね。なんかアッキーからの僕最初のおすすめの文章は佐藤モカでもなくラブリーサマーちゃんでもなく絶妙なラインを攻めてる気がしますって Google スプレッドシートに書いてあってでこのゆるさは最高だったね。はい、なんか最近なんかライブも結構やってるみたいだから、僕もともと相対性理論というバンドを担当したこともあって、なんかそういう雰囲気に少し近いなと思いました。じゃあ続いて4組目。4組目はヒュイルというヒュイルバンドですね。で、まあ、これは下北を中心に2021年6月に結成した最近2ピースになったバンドなんですけど、I don't know っていう楽曲で、うん、この曲が始まった瞬間のボーカル秋田さんの圧倒的な声のインパクトにもうやられてしまって、もう一気に引き込まれたんですけど、曲もまあぜひともこれは本当に生音でライブを見てほしいバンドだなっていう風に思ってます。なるほど。 Twitter のフォロワー数330人。パッと見ジャケットとかアーシャーとか見るとめちゃくちゃおしゃれな雰囲気の、そうです ね、 雰囲気なんだけど可愛らしい感じもする。これ女性2人、ね、そうですね、ツーピースだよね、はい、でも曲聞いたら最初えブルーハーツみたいな、そういうなんかメッセージ性はね、メッセージ性とかなんか強さみたいなもの、はい、でも可愛らしいんだけど最初そのぐらいの感情を持ったっていうか、世界観がだから、ね、うん、声とともに割と強めで、うん、激しいわけじゃ全くないんだけど、なんかね、不思議な世界観だなっていうところが最初に思ったところで、はいはい、だからこのヒュイルでしか聞くこともできない音楽が鳴ってるなっていう、うん、他のアーティストではやっぱ味わえないなと思って、はい、唯一無二だなと思った記憶がありますね。今度6月15日にね、まさかこの、ね、7日に聞いてくれた人でもし来れる人がいたら6月15日にあのライブがあるんで、あの僕たち今ラボが主催するライブなんで、よかったらぜひ見てほしいです。ということであの4組紹介してきました、はいね、トップバッター、はい、これ、はい、アッキーはどうやって見つけてるの、いつも。僕は、うん、最初はずっとツイッターを本当に延々と漁っていて、うん、もう片っ端からというか、うん、とりあえず気になったら聞いてみようっていうので、うん、サブスクリプションやったり、まあ、YouTube だったりに飛んで、うん、音楽を聞いてたんですけど、うんうん、最近は、うん、アップルミュージックをもうずっと垂れ流しにしといて、うんうん、で自分が好きなインディーズを垂れ流しにしてると、うん、インディーズしかバンドが出てこないので、うんうんうん、そこからもう発掘できるっていうことに気づいて、うん、関連で出てくるってこと。そうです。で Spotify も結構そうなので、うんうんうん、まあ、アップルミュージックに詰まったなというか、うん、楽曲見つからないなと思ったら、うんうん、Spotify に乗り換えることもあります。なるほどね。アルゴリズムがうまくいってなかったりとかして、はい、新しいもの出てこなくなったら今度違う Spotify に行ったりとかして、はい、ああそうなんだ。じゃあまず皆さん配信をしないとダメだね。そうですね曲をやっぱりどっかに出さないと発信していかないと、発掘されないとというじゃあまずちょっと動き出して Twitter、はい、もしくはサブスクで発掘してる人がここにいますんで、あの、はい、ぜひで、もしくはね今ラボの方にあの送ってもらっても全然構わないんで、でこの紹介している、楽曲たちは、別で今ラボのニューカマープレイストの特別編ということでですね、F横ポッドキャスト版ということで LINE ミュージックの公式で、6月7日から新しく配信していくんで、はい、そっちで確認ができるんで一緒に聴いてみてください。ぜひ、はい、じゃあ最後に、今村の推薦アーティスト1曲、レトロマイガール、あー、
大阪のちょっと北の方、茨城とかあの辺で結成している19歳の3ピースバンドで、ギターボーカルが、花ちゃんという女性ボーカルです。ツイッターのフォロワーは700人と、このツイッターで紹介していくってこのよくわからない謎のシステムなんだけど、去年のいつだっけ、秋に帝国喫茶っていうアーティストを見に大阪のミューズホールというところに行って、僕は割とその全国気になったらすぐ動くタイプで見に行くんですけど、その帝国喫茶を見に行ったんだけど、その次のアーティストの方が気になっちゃって、たまたま、実はこの音楽業界でよくあるあるで、気になるアーティストを見に行きました。でもその前にやってるとかその後にやってるアーティストの方が実は気になってカクカクしに行くって結構あるんですよ実は、はいはい、そうだから、なるべく、ライブに行くとき、そのアーティスト目当てに行くときは、その前後1アーティストずつまでは見ようって決めてるんですね。なんかこの業界で1000個に1個しか当たらない業界って言われてるんで、まあどうせ行くんだったら少しでもっと思って行って、そしたら本当にいて、僕的には、東芝 AM 時代にその椎名林檎さんがもちろんいて、あの圧倒的な声ボーカルに驚いたんですけど、正直言うとその時の衝撃に近いぐらい、闇を切り裂くようなボーカルだったなと思って、うん、真っ赤な衣装で、ギターがものすごい手首柔らかくて、これは音楽鳴らしてる人だと思ったのがきっかけで出会いました。なのでレトロマイガールの逃避行という曲をちょっと紹介したいなと思ってます。ちなみにたまたまだけど、フジファブリックのギタリストの、山内総一郎くんがもともと出身の茨城ジャックライオンというライブハウスがあるんですけど、そこの出身の子たちだったっていう偶然のつながりがあったという、最後レトロマイガールを紹介します。はい、ということで、最後アッキーにも、来てもらいましたが、今ラボのホットプレイリストというところで全部で5組紹介しました。ジグドレス、それから背脂、山口琥珀、ヒュイル、そしてレトロマイカルと、ぜひ、プレイリストで聞いてみてください。第1回目、今ラジオ音楽でドキドキしたい君へというところでいかがだったでしょうか。また次回第2回目はですね、音楽業界の変化とかレコード会社の役割とか、どういうアーティストをどういう角度で見てるのかなみたいなことが話せたらなと思うので、またよかったらぜひ聞いてください。今ラボ主催、今村圭介でした。 FM 横浜ポッドキャスト